はい、こんにちは、アリアです。いやー、ようやく最後の部屋レシピ判明しましたね。名前は魔物の庭園だそうです。まずは必要なアイテム集めに行ってから早速部屋レシピ作っていこうと思います。やっていきましょう。まずはススキから。ススキはゴロゴロ島に生えています。3本必要なので3つ取ったら入りましょう。ビルダーハンマーを使って回収します。次が呪い場の茂みと枯れ木です。両方ともこの闇闇島に生えています。まずは呪い場の茂みから。呪い場の茂みは少し背が高いこの黒っぽい草ですね。これが3つ必要です。呪い場の茂み。次は枯れ木。枯れ木はこんな感じで先っちょが細長くなっている枯れた木です。沼枯れの木とはまた別の種類なので注意してくださいね。この枯れ木が2本必要です。最後が大地をうがつ大木場です。大木場はマガマガ島に生えています。白っぽい地面から生えてきた角みたいな形をしていますね。これが2本必要です。黒い方ではなく白い方なので注意してくださいね。この大木場が2本必要です。以上で集めるものはおしまいです。必要なもの集めてきたので早速作っていきましょう。まずは板のベンチが1つ、次が魔物のイカレリーフが2つ。ベンチもレリーフも両方とも空っぽ島作業台で作ることができます。あとは拾ってきた枯れ木が2本、大地をうがつ大木場も2本、そしてススキが3本と呪い場の茂みも3本です。これで完成です。出来上がり、魔物の庭園です。ようやく最後のレシピ判明しましたね。ゲームが発売してから1月と10日ぐらいかな。これで部屋レシピ 100% になったと思います。今回はここまでおしまいです。お疲れ様でした。そんなに難しいアイテムはないと思うので早速作ってみてくださいね。また次回お会いしましょう。バイバイ。